はい、まあ、嬉しかったですよね、はい、嬉しかったで、なんか意外と、まあ、その行けてよかったなっていう気持ちとかもありましたし、まあ、あとはなんかこうちょっとびっくりしたと言いますか、自分に正直こう行けると思ってなかったので、まあ、勝ちたいって気持ちありましたけど、本当にこう突破できるとは思ってなかったので、まあ、嬉しい反面驚きましたし、本当によくやったなと思いました。今どんな気持ち？まあ一人だからこそちょっと心細い部分もありますけど、まあ結局勝っても負けても、まあ、自分の責任ですし、自分が頑張ったで終わるので、まあ、気楽な部分はすごいありますね。でまあこう自分のやりたいようにやって、まあ悔いのないように、はい、できたらいいなとは思ってます。へい。まあ、運がいいことに僕の多分ブロック的にあんま日本人選手とすごい勝ち上がらないと当たらないようにはなってるんですけど、やっぱ当たったとして、まあ元同じチームで一緒に活動していた、あとは KK 選手であったり、まあ麦選手にはまあすごい格上ではありますけど、ちょっと勝ちたいなっていう思いはありますね。じゃあ世界大会に出場する全員、他の海外の選手も、はい、その中で一番なんか意識してる選手とかありますか？まあ、意識してる選手はまあ、やっぱ初戦でこう本当ね、今世界トップレベルのモハメド・ライト選手と当たるので、やっぱその選手はもう意識したくないけど意識しちゃいますよね。じゃあ世界大会の目標を教えてください。おー、目標、まあ優勝って言いたいですけど、まあそんなつもりはなくて1回戦突破です。はい、そうですね、現実的に1回戦の相手がこう理論上一番強い相手なので、まあ、そこをどうにか突破したいなって思ってます。はい、まあ、1回戦目からすごい本当強敵と当たって、もう勝てるかどうか本当に分からないですし、多分勝てる可能性の方が低いとは思うんですけど、まあ、僕ができることを全力でやって、はい、勝ちにはいきますので、ぜひ、まあ、ね、温かく、見守って応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、どうもということです。当たり前だよ。夏さん、あの世界大会近づいてきたということで、僕から一つ応援コメント残していきたいと思います。絶対に起きやな、あのね、ラットはすごいね、ああいうなんかおちゃらくて、ふざけてるように見えてね、意外と努力家なんでね、世界一取れる、ポテンシャルみたいなのあると思うんで、僕は、あなたを一番応援してます。まあ、同級生としてね、まあ、同い年として応援してます。まあ、優勝してくれたらね、まあ、焼肉、まあ、高級焼肉ぐらいね、ラッツさんならおごってくれると思うんで、ぜひ期待しております。お疲れ様です。頑張ってください。アデュー。アデュー。はい、どうですか、テンゴットから。いやー、まさかのテンゴットか。いやー、なんかちょっと涙が出そうになってくるですね。やっぱこう同じチームとかで活動してたのもあったので、まあ、最近だんだんこう会う機会とかもちょっと減ってきてた中だったので、別に仲悪いとかじゃないですけど、いや、しかもクラロワの付き合いとかも結構長い方で、同い年でめちゃくちゃ仲良くしてたんで、いや、なんか嬉しいですね。普通に嬉しいですね。もうちょっと焼肉をぐらいはちょっとちゃうんですけど、おごります。はい、来たじゃん。はい、ということで、まあ、今日はですね、まあ、ラットが世界大会に行くということで、ここにしか目がねえよ、ここにしか。まあ、最近ラットとはね、結構ね、なんか一緒にイベント出たりとか、まあ、そういうことが多くて、まあ、特にね、海外の大会かな、海外の大会に一緒に出て、いや、かわいいな、まあ、話が入ってこん、まあ、したりしたんですけども、まあ、なんかその中でね、まあ、僕が思ったのは、やっぱラットはなんかね、持ってますね。うん、やるときはやる男だなっていうのは思いましたね。まあ、それも決勝戦でね、2v2 取って、で9-1かな、9-1-2-2でね、対勝戦だったんですよ。そこで勝ったらもう勝ちみたいな、負けたら 1v1 っていうねところで、しかも相手が、ね、モハメド・ライっていう世界一強い相手ですよね。その相手と当たって、いや、マジでね、この状況下で、いや、よく勝ったなっていうのもありますね。やっぱこう 2v2 負けたら 1v1 っていうこのプレッシャーの中で、こう大将でね、この状況下で、いや、勝てるなら世界大会なんか余裕なんちゃうみたいな。それはちょっとね、まあ、言い過ぎかもしれないですけど、でもあれを見た俺からすると、これ耳いらんやろ絶対、もう勝てるんちゃうかなと思います。はい。まあ、なんでね、世界大会、まあ、全力を出して頑張ってきてほしいです。はい、頑張ってほしいです。はい、ということで、あ、
勝ったらね、焼肉を取ってください。あ、お前もかい。お前も焼肉かよ。はい。ちょっと北橋さんでしたけど。いや、北橋ちゃんともね、なんだろうな。本当昔はあんまかかりなかったんですよ。クララリーグ始まっても別チームでしたし、すごいこう敵みたいな感じだったんですけど、まあ、チーム戦もこう後半になってきて終わったりして、こう一緒にこうなんだろう撮影だったりだとか、それとも試合し、それこそ試合したりだとか、まあ、結構こうここ最近めちゃくちゃ仲良くなってきてて、一緒にねチーム戦で世界一も取ったりとかして、あちあちなところでのこのメッセージなので。いや嬉しいんですけど、猫耳いらんよねっていうのはちょっとすごい思いましたね。いや本当ありがとうございます。ダニーがダニーです、世界大会出場おめでとう。ラストは世界大会の、ね、思いが誰よりも強いと思うので、硬いちょっと、ね、まあ、全力を出し切って無双してくれるのを楽しみにしています。頑張れラット。ダニーマイセン、ダニパイセンや、マジか。待って、久しぶりすぎるんよね。マジでここ最近本当会えてないし、全然話してないしなんですけど、いやダニパイセンはね、僕チーム戦で苦楽を共にした仲なので、いやーマジか、もう出てきた瞬間びっくりしたっすね。いやマジで嬉しいですね。ちょっと今度またみんなでね、出かけに行きましょう。温泉とかまで行きましょう。また、いや、ありがとうございます。ラット君は2027年の世界大会に出場することは3年前から分かっていた。怖い、そして世界一を取ることは確定した未来だ。何、優勝したら高級焼肉をおごってあげます。言ってねえよ。ありがたくごちそうになろう。では健闘を祈る。うわぁ、はねはねさん、はねはねさん、はねはねさんとエピソードは、まあなんだろうな、まあそんなないんですけど、ね、本当でも撮影とか、まあなんかイベントで一緒にご一緒した際に、まあ、そのままこうみんなでご飯行って、で同じ席とかですげえ話しててめっちゃ面白いんですよね、羽原さんのこうエピソード。僕らも言ったら良くないかもしれないんですけど、で結構こうまあ仲良くさせていただいてるので、まあ今度ちょっと羽原さん家にねお邪魔させてください。いやでも嬉しいな、ちょっとなんかまさかこう出るとは思わない、出てくるとは思わないですか、羽原さんとか。なんかこうね、僕が仲いい人が今出てくるのかなと思ったら、結構予想外な方からこう応援メッセージもらえてて、ああちょっと3年前から確定してるみたいなので、ちょっと世界一頑張ります。さて、誰が来んだ。おー、ライクさんね、ラクさん世界大会出場おめでとうございます。硬いな。いやね、ちょっと話すと長くなってしまうんで、今日は短くまとめようかなと。お願いします。本当に、まあ、去年ねラク選手と一緒に、世界大会出場して、今年はね、ラク選手が一人だけ出てるということでね、僕はもう本当に心からね、この言葉だけを伝えたい。本当に心から思ってます。チッ。何やねん、マジで。マジで頑張れとかだと思ったわ。チッって。なるほどね。いや、全然真面目なライクさんでびっくりしたんですけど。いや、さすがライクさんですね。焼肉行きましょう。僕ら誘ってあげます。はい、どうも、焼き鳥です。ラット。焼きちゃんだ。世界大会進出おめでとう。ガチでね、俺からしたらね、もう世界大会に出られるっていうだけで本当にすごいなって思うんだけど、ラットはね、もちろん目指してる場所はそこじゃなくてね、もう一つだと思うんでね、ぜひともね、世界一取って戻ってきてもらえればなと思います。ガチでシンプルに応援してるから頑張ってね、ということでバイバイ。まあ焼き鳥だなっていうザ焼き鳥っていうコメントでしたけど、いやまあでもなんか本当に焼き鳥ってあんま言っていいか分かんないですけど、他人に興味ないんですよ。本当に僕がご飯行こうとか言っても全然みたいな感じでペイって感じで断られたりとか、もう全然相手にしてくれないんですけど、
なんか本当にこう僕が世界大会に出る出場かかった試合とかは見て応援してたとか言ってくれましたし、その出場祝いでご飯とかも、ね、行って、あのケチなね、ドケチな彼がご馳走してくれたりとか、本当でも応援してくれてるのがね、あの伝わってるので、マジで頑張りたいと思います。おい、おいラット、世界大会出場めぞ。マジであんまり他では言わないけど、俺は一番ラット応援してる。まあ理由はね、明確。昔ね、一緒にあの戦場を駆け抜けたライバルであり、チームメイトだった時もあり、そんな感じでね、YouTube も一緒に頑張ってるし、やっぱね、5年ぐらいかな、もう出会いからなってるから、そんなラットがね、こうまだ世界大会行けるっていうのはね、こう俺は見ててすごいね、こうグッと来るものもあったし、なんかその世界大会で初戦がね、モハメドライトだと思うけど、まあラットはそういう、なんだろう、相手が強いやつほどワクワクするタイプだと思うし、まあ俺は昔からね、ラットに行ってるけど、ぜひともね、楽しみながらプレイしてくれ。やっぱラットの今までのね、リーグ見てて、ラットがね、笑ってる時強いんよ。けど、やっぱ勝てなくて、落ち込んでる時とか、そういう表情してる時は、やっぱプレイにそれが出てるし、当日はね、まず世界大会に行けてることが、めちゃめちゃすごいことだから、もう胸を張って、もう楽しんでほしい。見てるから、本当に。マジで頑張ったな、ラット。いやー、ケンツか。ケンツからのはね、ちょっと胸にきますね。ちょっと危ないですね、涙が出てはないですけど、なんかうるっときますね。もう本当、多分5年ぐらいのもう仲なんですよね。僕がこう東京とかに上京してくる前ぐらいから結構面倒を見てくれてる、そしてまあライバルでもありっていう関係なんですけど、もう本当僕リーグでやっぱ勝てる時期もあれば勝てない時期とかもあって、こう落ちてる時とかわざわざ LINE くれるんですよ、まあ、それこそ同じチームの時もですし、あとは別チームでライバルっていう関係の時にも、こうなんかもう暗いのが出てるぞみたいな、もう楽しくやったら絶対いいでみたいなとか、本当励ましたりとか、ずっとこうなんだろうな、まあ、高め合ってる関係の中でもすごいこう励ましのね、こう言葉をやっぱくれてっていうケンツなんですよ。いやー、なんか嬉しいな。なんか本当に一番なんか胸に刺さるというか、本当やっぱ頑張んなきゃなっていう、まあそれこそ本当楽しんでね、はい、頑張っていきたいと思います。ありがとう。いやー、そうですね、まあ、みんな一度は同じチームで戦った人たちかな。で、いやー、まあ、本当懐かしいのがね、こういろいろちょっと出てきますけど、いや、なんだろうな、泣きたくないしな、まあ、こうやってみんなが応援してくれてるっていうのは、まあ、よりこう改めて実感しますし、こうマジで僕こういうメッセージ本当に力にタイプなる、力になるタイプなので、まあ、試合まで、まあ、残り期間少ないですけど、まあ、もっともっと頑張ろうと、はい、思いますし、マジで勝たないとなっていう、まあ、改めて本当にこうもろ世界大会出るんだっていうね、思いで、まあ、僕なりに頑張るんでね、しっかり見守っててください。で、まあ、勝ったらね、みんなで盛大にパーティーしましょう。焼肉行きましょう。おごります、僕が全部。ありがとうございます。応援メッセージ。